なのでちゃんとあっちつってくれんの神だなおお怖かったマウメイや l a d ズ e s and m マウメイおいー温度を記録するフィフォンマウメイ はいに普通にこれちょっとね多<分>ボタン押す早く僕,僕スナパイさんちょっと白目に見ますあの腐るほどあの通信でわいてたんでこのボタン押してた方がいいだろうと思ってはいはいはいってやったらスナパイさんも同じ動きで来たんでちょっとスナパイさん白目だなと思いました <laughs> なるほどいやえ隠しろってことでいいかな <laughs> え通信から言ったんですか。

ドゥ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 ドドゥドゥん。えーっと音質に行きたい。音質に行くよー。これで終わりか。いいじゃん。おうおお<う>。おお。白い人いた。あ、俺俺俺俺。あペイさん俺だ。ペイさ,さん俺だ。メケ俺だ。メケ俺や。よし一緒に行こう。ペイさん。

ローラーしますローラー。入れてください。お願いします。ローラーで。ニンポッサーでこれやってんのすごいな。ね相方やんじゃ。<laughs> ペイさんちゃんと人外だった。いっぱいいるわ。 いや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 もうちょっと待つべきか今一匹釣って釣り魚取ったぐらいだよねサンリさこれ沈んでい、ね、い,いやでも殺したい人や入れた,入れ <laughs> 入れたいいよ

どこだ ?2。ああはい。もしかしてまぁちょっとあの、おまおじさんを供養してあげようと思って。ーラしかうん。ねここに向けて。スキップです。はい。スキップ。入れました。入れました。ちょっと待っどっちの表示手当てたらおかしくなる。スキップがハイブリです。はい。スキップです。ハイブリ、はたさこたけをしんたろおまおじ。 でも、来るか分かんないよ。でも、状況的に来るじゃないまあ確かに。あんま、おわちさんをクルーで送るならクルーっぽくは誰かクルーで送るなるほど。だって、おもちさん、インポスターあるから。いや、インポスターであんなボタン押さないでしょ。今の推理、慎太郎めっちゃ白いと思うわ。正直、クルーでもあのボタン押さないんだけど。まクルーでも嫌なやつってことは変わらんし。 まあ、ただ、2キロ怒っても、びっくりしないと思います。ローラー続行します?。どあ、たす。かたはいたけし。乗った。まあ、でも、たしかに、僕、スキップしたんですけど、僕がインポスターでも、ちょっと、そんなんで、勝ってもなって思っちゃう。あ、これ、両親に訴え上げてるな入れてる、インポスター、今、手に付いてるよ。あっち、ぼいよけだなって。 お回し来るんだけ気づいてるよ。で、ね、<laughs> 負けたら恥ずかしいですもんね。乗っかって。っかハンデ戦ピュ。こんにちは。適で適で。どこにいるんだろう。スナペイさん。ペイさんに会いてえな。ハイブリ。 アイブリ。いいかあそれはまずい、ね。それはまずい。え、ああ。<laughs> あ、僕、シェリフです。ガミさんああ。え、シェリフでウメケンさん切り。あ、切りな,なんでこれはなんで。でなんかもう、おもがさん多分来るで死んだんだったら、もう誰か切っていいかなと思って。どういうこと <laughs> え、ガミさんはさ、今さ、シンタロウ切ってるの見えましたよね。<laughs> 僕の思考としては、いあい信じてもらえるならこれ以上は話さないです。俺はワンチャンガミさんが切って、慎太郎は釣り終わったらそこに死体があってかと思ったんだよね。ガミさんがなんかそのキッチンの上の扉を開けるのだけ見てて、その後またも左に戻っていったから。釣りにいるのがいい分かってたんで見に行こうと思って。だとしたら大丈夫。 での方は絶対そのガミ名は関われない。いや、のいや、タケオさんはキッチン外でなら切れます。ああ、じゃあ、メイヤさん。え、ちょ、キッチン外俺が今いるから、キッチン外でなない。ああ、じゃ大丈夫です。メイヤ君はね、マジで全然何にも疑ってない。俺、普通に今、ガミさんの後ろにいるあ、そうはい、見えてます。それも見えてるので、えっと、キッチン入ってくる前なら切れるっていう発言でした、今のは。うん、たさこを焚き火に置いて僕がキッチンに戻ろうとしたぐらいなんで。あ見られてんだ。俺、俺キッチンをちゃうのとこの段、そもその 誰がいったん、銘神はもう弾きたいから、行、うん、きましょうか。名神ね、えっと、ね、キッ,チのキッチン脇はと、夫人やスナッパイもそうで、ちょっとドア開けて、で、慎太郎梅軒がキッチンに入ってきたのと、どっかで僕出てってると思うんです。だとしたら、俺はキッチン脇だね。たぶん慎太郎梅軒の人で俺が釣りしてたでしょ。あそう、メア君が直前まで慎太郎梅軒と一緒にいた、うん。そうそうそう。だから、神さん視点で俺はむしろになるかなあ。そうなんですね。 じゃあ白ですマッシュ。キッチン出た後は俺は浮いてるけど浮いてる人って他誰かいます？キッチン付近にいっぱい人いたの覚えてる。はい、ハイウリとマオシーが上部通信という感じで浮いてます。うんそうだね。サボコザで最後。これ最後通信室の中、うん、でサボが起きた起きたからその前にタスクやっちゃおうと思って今あのウィンウィンを合わせてるところ。 これは今、展望の扉を開けようとします。鉱山の扉だけ開いていて、展望だけ閉まっている状態なので、鉱山が出てきたっていうのを証明できると思います。はい、ジャングルの、えー、研究室右下のキノコが踏まれているのが僕で、研究室に向かっている途中です。どう閉まっているこれ、新太郎くまで釣った方が安定、ね。いや、梅賢さん、マットだったら怖いから。僕は処刑はされたくないけど。まずは新クルフリーだから、俺は新太郎を信じた方がまだいない。マジで言ってる えっとね、おもちさんに入れた中に絶対人がいると思ったから、おめけさんが一番怪しいなと思って狙って切ってます。あーあー、切ってんだ、一応狙っ意味があるんだよね。おらしいよう、えー。まずい助けて、お願い。危ないふぅ。危 <laughs> ねえ。危ねえ。 危,ねえ危ないなんて危ないんだ危ねえこれどこは気にしよう左側のどっかではいたことにするかおおおおおおお 一応通信室直した自覚あり。えあ、まあ、スナーパイさんも一緒にいたけど、まあ、僕は直した自由にいたアメリカ、ああ、ま、人で,まあでも、切ってるんだったら、まあ、ま、あ切ってるところは見てるんで、あのまずどうは決まってないです。ま、確定をする必要ないよね。あ、確かにそうだった。ごめんごめん。それはそうだわ。ごめんさ僕が多分最初にたどり着いて入浴してたんで、他の人におかを聞いていいですか俺、投票した。はい マオさんとガメさんとハイブリさんいやそれは結局入れてない。スキップしてる。シンタロウさんつってもマックス7人でそうだから、マオメガミと。シンタロウがシリフだった場合って、ウベケンさんで自分が弾けた場合って、ウベケンさんがインポスターになってた。それは俺も一瞬考えたんだけど、マあでもいいかなと。おもちさんがクルーで処刑されてるんなら、そもそもきつい盤面だから。これは本来はシたタロウ君つった方がいいと思ってるし、あとはお兄貴の。 スキルできそうななとこえでも今30秒ありそうだからまあいいかな。ここでダブキロ入ってないから今はいいと思ってます。えっとね俺の視点から話すとえっと竹雄さんの容疑者って魔王ぶり砂ぐらいだよねおそらく。まあ旗藤も一応の関係性この続きがあって俺視点は馬をぶりのどっちかかなってなんとなく思っているから。 その2人が一応、慎太郎君を釣りたいという意思を示している以上、慎太郎君ってっぽいなって俺は思ってるんだよね。うん、えっと、名明役君には俺は白いと思ってもらえると思ってるから。うん、ハイブリさんはね、今のターンもミーティング一人で待機してて、俺が最後に入って、もうそれを見て多分ボタンを押してるから、今のだったら普通に切ってからボタンとかでもいいのかなと思うから、まあ。僕に投票したのって、真央さんともやさんと亀さんじゃなかったっけハイブリさんじゃないよね。 あまあ議論ではっことかスタンバイさんが言いたいのは多分そうそういうことうん、うん、このターンだけで言えばハイブリさんがその行動を取ったら僕から疑われるからまあしなさそうとは思う、うん、あえっと、ね、別別のところでメヤ君とはキッチン脇のおまおじいの吊られるタイミングのところでお互いシロが取れると思っているからうんうん。うん えっとミエさんってさ、ハイブリさんが白いからシンタロを釣りたいという決であいや、全然違いますよ。普通にシンタロが真のシェイフだったとして、その行動する意味があるかっていうところで、シンタロの乗っ取りもあるかなと思ったから、普通に疑っただけ。じゃあ、シンタロくんも疑ってほしくないっていうのがいい。あでもね、迷惑を寝てることはまっとうだと思います、たぶん。言いたいことはめっちゃわかる。うんうん、メケさんが来るだときにめちゃくちゃきついわめちゃうか、ねうん、いやわかる。うん。下手に釣れないよな。釣っていいじゃん。ね。 釣っってていいなってそう思ったんだ俺ペイさんいるかなスナペイスナペイフジミヤハイブリスナペイいねいスナペイスナペイどうだスナペイあいた ハタサコ、ハタサコがやってる。<い>マオさんでした。どこ？研究室です。研究室の？の卵の上です。中？中です。で、原稿班？原稿班、はい。まああの倒れたところは見てないけど走り去るマオさんでした。ハタサコが。えっと俺はえっと研究室の入り口から入ったらハタサコが切切。きき たのかなごめん切ったタイミングは見てないけど死体がパタって倒れるタイミングで畑佐子がレポートしてるから畑佐子がやってたでレポート先入,られ入れられた感じコミューサボ中だから別にドランもできるとは思か一応二度生存パターンだと間違えるとちょっとめんどくさいぐらい,んいね僕は俺はおまじ入れました金太郎さんにも入れてます金太郎さんにも入れてません俺は慎太郎にも入れましたでもそれは 使命があったから <laughs> するべきだなって思ったから。えっと、いや、他社の介入は不可能なんですか？それ。いや、も、ま、う、あ、できると思いますよ。ギリギリで。僕はもう下に倒れてる状況でレポートで、まあ走り去るマさんだったんで、弁当、えっと、のみ可能です、うん。一応藤宮君に白を出しちゃいますね。ハイブリから。あ,あ、待ってべントリアクターが出たの。待ってごめんね、はい。リアクター出て登ってるのはガミです。あ、じゃあ大事。たたさこだと完全に思い込んでるけど、本当に弁当で誰かが抜ける倒れてたから。 その死体が倒れていたので畑さこがなんかタスクをやってて見えなくて俺に見えてしまった可能性はあるかあ,あ俺は真央さんが逃げてるんであ,のああ逃げてるんでいいです。ああじゃあ,、まあ太鼓ならいいや。かもしれないけど。でハイブリは藤宮んから白はもらえないんですが藤宮君が釣りしてるのを見ているのでうん、うん、で俺が弁当で行く場合はそのキッチンからの弁当じゃ届かないので。そそううすね確かに確かにさんそうかな ハイブリさんはて通信からキッチン行ったんですねそうもう全部左にしかタスクがなくてマシュマロを拾って焼いてからえっ、ー、とキッチン行ったら藤ジミヤ君が先にもうキッチン入ってくれてて釣りは釣りしてたハタサコだよなで大丈夫なはずズインのハタサコで大丈夫なはず ちょっとレポート遅くてすいません毎回負けておまわしの時スキップ入れてんのもシンタロあスキップ入れてんのもあんまり白照明にならないと思ってんすよならんと思うあまじよりはいいでしょ釣り切りよろしくお願いしますってやれやつや別にシんタロウのシーンは別にわかんないからねシンタロウのシーンはわかんねえんだよに真面目にマットやってるへへへ <laughs> ちゃんとやったよ <laughs> 結構しいいとこで切ったって言いながら <laughs> <laughs> そうすごくいい切りやしすごくいいマット、うん、めちゃくちゃいいタイミングでできてた <laughs> でもこれはたさくおい,ーおいーはいああマットだマット,マットじゃあできる人がいるってことっすえさっき白取れるって言ってたいやハタサくじゃない普通に 事件がインポスターで落ちているってことになるんで、えーね、僕が真央さんを内通、あのー、がまあ、住んでるか住んでるかは知らないけどマットを売る必要がないですえっと、メアガミが白取り合ってて俺一応、うん、見られてはないけど藤宮君の白と場所を全部言ってるので旗底君の太鼓ちゃん多分、スナパイさんでも旗底って現行犯っていうのはだから切れる人はいますよって言ってます僕は、うん、えこれ旗底つって終わらんパターンあんの俺してん えっと、だし結論、慎太郎さんが新シェリフで切られていて、真、ま、央、あ、さん、真、ま、央、あ、さんじゃないや、まあ、もう一人のインポスターに切られている状況になれば、慎太郎さん白になるから投票していない僕は白くなるはずですよ。いや、でもそれは。俺自分が組んだからいけど、俺は投票してるからね。ちょっと待って、えっと、梅券がインポスター確定したから、梅券っておにぎりできるんやっけいや、できないんじゃないですか。ずっと。 キッチンの先っちょで慎太郎さんといたんで、うん、じゃあ、えー、とキるしてるのが旗坂くんがスナパイさんで旗坂く君って鬼気切るの時でて白取ってなかったっ結局スナパイさんがえっとフジミヤ<う>の焚き火のところに置いてかれますスナパイさんが俺と俺かまおしって言ってたぐらいやから <laughs> 結論どっちもおでまわじさんも慎太郎さんもま白だったわけじゃないですか村だったわけじゃないですか投票してない僕は方が部がいいのは絶対そうですよ いや、部がいいというか、まあ、だからそれで俺は結オ論で入れてるけど、別に俺はクルー、俺はクルーなのね。いや,いや、クルーでも入れると思いますけど、<え>結果論入れてないから僕の方が部がいい。まずよつ目話をしてます。待て待て、畑作を釣らない選択肢の時って俺にしかならないんだよね、今この話。ならないと思う。うん、ハイボリさんと藤宮が白取ってた話、もう一回だけ聞かせてもらっていいですかえっと、藤、え、宮、っと、君と一緒に通信保管庫ぐらいから合流して、一緒にキッチン方面に行く。俺は途中にマシュマロを焼いてから、先行してる藤宮君に追いついていて、どこで何をタスクやってるかを言っている,ている。 で、俺の場合は、藤宮君、えっ、ー、と、研究室で着る場合は、他のスプラッシュとかからの弁当を着るになるんやけど、その場合、藤宮君が何のタスクしてるかを当てなきゃいけない。一旦スキップから。僕は藤宮から白っぽいって言われてます。一切目。え、スキップ俺は一旦スキップしていいかなと思う。やって5人一郎でしょ、多分これって。そうだね。これ、サコハイブリヒョウですか俺はスキップだよ。はい、入れてます、僕は。僕入れてます。どっちかは白なんよな、でも。 ヒュー。な見出て笑う。女最終日なんて誰が予想したの？慎太郎のおかげですね。あの流れから。お前も生地さん。逆に僕は盤面見出してる説もあるからな。ちょっと梅ケンさんの動きが怪しかったとか言って欲しかったな。とりあえず一足切ってみましたわちょっと。あ違う違う梅ケンさんのちょっ議論怪しいなと思ってきてますちゃんと。お前梅ケンさんめっちゃねちょーた感じで対抗誰ですかって言ってるから。これもう人外でふざけたりやつだっ ハイブリさんまでロラですかとかってた。確かにそこクルー結構ね、きつい状況だった。きつい状況よりは、なんかやってるな、確かに。ウ梅ケインポスターのハイブリさんまでロラ使用しててかハイブリさんしろやんな。まあでもそれはそうなんだ。いや、でも梅メケンと。見失った。ネポレンナで、スナパイさんです、僕が。見てます。 僕が切られた方がいいと思ったから基本的に先行するように走ってました。なるほど、白いな。えっとね、ギャグターを4人で直してます、ハイブリさん以外の。うん、で、えっと、4人で固まっていようという動きを僕がしてたのは多分、ガミ<髪>さんにも伝わってるとは思うのですが。が多分、ガミさんか畑作のどっちかがキノコのボフ分踏んだんですよ。僕が踏みました。ああ、なるほど。<laughs> で、これはまずいと思ってミーティングに走っておりまして、えっと、スナッパイ名や畑作の順だったと記憶しております。で、僕がボタンにたどり着くタイミングで、これですね。ちなみに僕、僕タスク終わるんですけど、1分あれば。あ、終わってます。僕、ハイブリさんどうですかかなりギリギリです。ですあ、じゃあ、ーじゃあキープでもありかもしれないが。 木部で行こう木部で行こう木部で行こうめっちゃギリギリやと思う浮気次第木部で行こう木部で行こううーんでもハイブリさんってこの状況でも俺つるんかなね結果こうなるじゃないですか五人一郎盤面だったら僕がインポスターだときにスナパイさんに投票して終わらなくて四人盤面になった時の次が僕がしんどいので投票する理由はあんまないと思ってほしいですはたさこ議論強いなちゃんと粘るんらないか するならそこにいてほしいから説得したいかなんですけど、ハイブリさんはどっちがいいですかいや,いやだから、おにききができるのが結局、スナパイハタソコのどちらかで、ハタソコくんの白がどんだけ出てたかなのよね。藤宮に。お子さんを最後、藤宮さんが焚き火に置いてきたっていう発言。僕は見えてなかったから、あ、藤宮いたんだなっていう感じでした。その時,でその時におにが想定したい想定値はどこやなんやったっけいや、多分出てなかったはず。うんね、死人がないんですよね。で,で浮きがが俺が鉱山上部は、うん ジョブエンジン、ジジョブエンジン通信では湧いてなかった、マオシがジョブにから上がってって、マオシマットだったから、僕は藤宮名屋さんとかと一緒にキッチンに湧いてて、真 <laughs>、まあ、太郎、梅県とすれ違って出てて、音室じゃない、研究室。僕は真央さん売る必要もないと思うし、結果僕は多分、ちゃんとさっきも言ってるけど、投票でしろいと思っているし、<ー>今のレポートもあるし、投票理由も。 うわ、二勝三勝ですね。決めらんない。むず。わあ、マジか。スキップが正解か、これ。スナッパイさんなんだ。タスクにかけちゃいました、僕は。あ、いやいや、俺が釣られるのがミスって意味です。よかった。くわ。えーえー、惜しい。 惜しいいい試合だ。いい試合。いい試合。いい試合。まず、クルーが入れてるのがおかしいね、俺に。ウキうきでおまじいれたそクルーに入れられてる。クルーだから入れられてるのがそかなんだったやん。